マーズリコネッサンスオービター、マーズリコネッサンスオービター、マーズリコネッサンスオービター、略称 MRO はアメリカ航空宇宙局が開発した火星の周回軌道から火星を調査、探索する多目的探査である。この探査機は n a s a ェット推進研究所の管轄のもとに7.2億ドルの予算でロッキード・マーティン社によって作られた。MRO は 2005年8月12日に打ち上げられ、2006年3月10日に火星の周回軌道に到達した。2006年8月、空力ブレーキにより、同年11月より開始される化学観測に適した周回軌道に移ることに成功した。名前のリコネッサンスとは、偵察予備調査の意味を持ち、その名の通り偵察衛星並みの高解像度カメラを載し、 後続の地上探査機のための着陸地点の広報値を調査することを主要な目的の一つとしている。リコネッサンスは、リコネッサンス、リコナイサンスと表記されていることもある。マーズリコネッサンスオービターの火星到達時、マーズエクスプレス2001マーツオーデッセイ、マーズグローバル、サーベイヤーと、二つのマーズエクスプロレーション、ローバーの警護機が火星で活動していた。 これによりこの時期宇宙探査の歴史上最も多くの探査機が地球以外の惑星上及び軌道上で活動しいることになった。マーズリコネッサンスオービターは高解像度カメラを特徴とする軌道衛星としてマーズサーベイアープログラムの一環として1999年に NASA により提案されたものであった。これは2003年の火星の打ち上げウィンドウ。 すなわちおよそ2年ごとに訪れる火星との会合に合わせた適切な打ち上げ期間を考えに入れた2つの計画のうちの1つであったが計画の先行過程でマーズエクスプローレーションローバーとして知られることになった提案に敗れることとなった計画は次の機会の2005年の打ち上げのためにスケジュールが組み直され2000年に現在の名前に改めて計画が公表されたこの マーズリコネッサンスオービターは、軌道からの火星探査にすでに大きな成功を収めつつ、あった、マーズグローバルサーベイヤーを手本としていた。MRO の最初の科学探査、ミッション、プライマリーサイエンスフェーズは2006年11月から2008年11月まで実行され、これはおよそ火星の1年余りに相当する。MRO は、カメラ、分光器、レーダーなどの、 数々の科学機器を備え、これらは火星の地形、地層、鉱物や氷の解析のために使われる。特に探査機に組み込まれた、この高解像度カメラヒリセは、科学者が軌道上の顕微鏡だと豪語するものである。また高精度の分光計では、地表の鉱物の分析から、水の存在した形を探索する。科学調査だけでなく、 将来の火星探査機のための道筋をつけることも MRO の重要な目標であり MRO は火星の天気と表面の状況を毎日観測して着陸の候補地を探索するこれらに加え MRO は1999年に大気圏突入に失敗して行方不明となったマーズポーラーランダーとさらに同じく2003年に行方不明となった ヨーロッパのビーグル日常探査機を単出す任務も与えられた。また惑星間のインターネットプロトコルを用いた通信ネットワーク構築の最初の一歩でもある。MRO の通信システムはこれまでのすべての惑星探査機の通信容量を合わせたものよりも大きな伝達能力を持っており、プライマリーサイエンスフェーズが終了した後も着陸船や探査車との通信と ナビゲーションシステムとして延長ミッションを継続する。MRO には科学観測用として3つのカメラ、分光系、放射系、レーダーが2つの実験的装置とともに搭載されている。また将来のミッションのために3つの技術的な実験も行われる。MRO は1年でおよそ500枚の画像を得ると予測される。ヒーリセは 合計50センチメートルの反射望遠鏡であり、探査機高度の100万分の1のもの、すなわち300キロメートルの高さから0.3メートルのものを見分けることができる。これは地球での一般的な商用衛星画像よりもさらに細かい。ヒリセでは3種類のカラーバンド、青緑、赤、金石外を用いて撮影される。 画像は一列に並ぶ CCD センサで捉えられ、青緑と金石外では一列4048ピクセルだが、赤色の画像は2264ピクセルである。金石外画像からは、地表の鉱物群の探索が期待される。ヒリセのコンピュータは、探査機の地表との相対速度に合わせてを、撮影装置のデータを一列ずつ読み取りテープ上の画像として記録る。 コンピュータのメモリ容量の制限から、この実際の画像サイズは、青緑と金赤外で40004万、赤色で2万4万程度となる。16.4GB で記録された画像は地球へ転送される前に 5GB へと圧縮される。着陸地点の候補地の地形を把握するため、ヒリセのデータからは、ステレオ画像も生成される。ヒリセは、ボールエアロスペース社によって制作され、 データの調査は、アリゾナ大学のガツ惑星研究所が中心となって、当たる。高解像度カメラヒリセや、分光系、クレザムが観測を行う間にその対象の周囲の状況を知ることを意図したカメラ CTX は、波長500から800ナノメートル、解像度6メートルのグレースケールで30キロメートル幅の画像を撮影する。ヒリセと、 類似した5064ピクセル幅の撮影装置を持つ焦点距離3 5 0ト、mm、ルのマックストフカセグレン式望遠鏡である。広角カメラマルシは5つの可視光、2つの紫外光のバンドで火星面の広い範囲を撮影する。MRO が火星を毎日12から13周めぐる間に収集した画像を合成することによって1から1 0トルの 解像度で全球の地図を生成する。この地図によって、毎日の火星の天候や、大気の状態、すなわち水や氷や二酸化炭素の雲、砂嵐を知ることができ、その季節変化や、年ごとの変動を特徴づけるのに役立つ。また、市外光での観測からは、大気中の水蒸気やオゾンの分布を知ることができる。CTX と共にマリンスペースサイエンス、システム図社が制作。 運用にあたる。クレザムは、可視光から近赤外光までの波長の分光計であり、地表に残された鉱物の分析、特に、かつて水が存在した証拠となる形跡の調査を行う。高度 300km から地表の 18m の領域のスペクトルを544の波長の領域に分割して測定する。いなり岩の風化による、酸化鉄やフィロ系酸塩鉱物。 炭酸塩鉱物などが反射分光学的方法で分析される。また大気中や極寒の水や揮発性物質の量の変化を測定し、火星大気の理解にあたる。ジョンズ・ホプキンス大学応用物理研究所で作成され、同省を中心としたクレザムチームが調査にあたる。一つの歌詞、近石外交及び八つの塩石外交のチャンネルを持つ放射系 MCS は、 気温、気圧、水蒸気、大気中の地理の状態を調べることで、火星大気の分析と理解にあたる。MCS は、探査機から見て、火星の地平線方向の大気を観測し、高度方向に 5km ごとに分割して分析する。JPL の研究者などからなる、MCS チームが担当する。火星の極寒など、地下の構造を調査するために、MRO には、 単波体のレーダーが搭載されており、シャーットと呼ばれる。地下最大 1km までの砂やいは、氷の状況を深さ方向10から 20m の精度で調べ、特に液体の水が存在するかどうかが調査される。水平方向の解像度は最良で 0.33km である。ヨーロッパのマーズエクスプレスに搭載されたレーダーマーシスと同様に、イタリア宇宙機関により作られた。 2001年、NASA は探査機製造の主契約企業としてロッキードマーティンを選定し、同年末までには計画のすべての搭載装置が選び出された。MRO の製作には大きな交代もなく、2005年5月には打ち上げ準備のためケネデ宇宙センターへと運び込まれた。2005年8月12日、MRO はケープカナベラル空軍基地からアトラス V によって、 打ち上げられた。火星到着までに惑星間軌道を7ヶ月半かけて飛行し、この間に多くの観測装置がテスト、調整された。2006年3月10日、火星に接近し南半球の高度370から 400km に到達した時6つのメインエンジンが27分間噴射された。この時ヘリウムの加圧タンクが予測よりも低温となり、 燃料の圧力が減ったため、2%の水力の減少が起こったが、自動的に噴射が33秒間延長されることで、補われた。これにより探査機の速さは、秒速 2.9km から秒速 1.9km へと減速し、近化点高度 426km、遠化点高度 44,500km、軌道周期33.5時間の長い楕円形の、 国集会軌道に投入された。2006年3月30日より MRO はエアロブレーキによる軌道変更を開始した。わずかな火星大気の抵抗で速度を落とす。このエアロブレーキにより半分の燃料で軌道を円に近づけ周期の短いものとすることができる。これは探査機が過度に加熱しないが探査機を減速させるに十分なだけわずかに大気の影響を受ける。 要金加点を下げことで行われる。まず、金加点をこの高度まで下げるために、7日間かけて高度のスラスター噴射が行われた。火星の大気圧は季節により変動するため、この高度もこの変動に依存する。1997年に同様のエアロブレーキによる軌道変更を行ったマーツグローバルサーベイヤーでは、 太陽電池板の歪みが生じ計画に大幅な遅延をもたらしが MRO では大きな問題もなく微修正のためにスラスターを用いながら445周火星を回るマ真金加点高度を維持し円加点高度を 450km まで減少させたこれが完了すると最後に大気の影響を受けないよう金テンを上げるスラスター噴射を8月30日に行った 2006年9月、微調整のためにもう2回のスラスター噴射を行い、最終的におよそ火星表面から250から 316km の高度を持つほぼ円形の軌道へと達した。この後、地球から見て火星が太陽のすぐそばを通過する号が開始された。また11月17日には MRO がすでに火星上にいたローバー、スピリットと 地球との通信を行うテストに成功したと発表した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。